アメリア・アハート、アメリア・メアリー・アハート、アメリア・メアリー・エアハート、1897年7月24日から1937年7月2日は、アメリカの飛行士。性の表記は、エアハートが、より言語の発音に近い。1927年のチャールズ・リンドバーグの開挙に、続き、女性として、初めての大西洋単独横断飛行をしたことから、 ミスリンディの愛称がある。知的かつチャーミングな女性であったため、当時から絶大な人気があり、彼女の名前を冠された商品も多岐にわたっていた。これらは出版人であった夫の,の協力と手腕であったとされる。最後のフライトも7月4日の国民的祝日のアメリカ独立記念日にアメリカ本土到着を計画したものとの見方がある。1937年。 昭和12年には赤道上世界一周飛行に挑戦するが、同年7月上旬に南太平洋において行方不明となった。その後アメリカ海軍と大日本帝国海軍により大規模な捜索が行われたが、機体の残骸や遺体が発見されなかったことから、イヤハートの失踪がミステリーとして取り上げられることとなった。アメリカでは今も 代表的国民ヒロインの一人であり、さらに謎めいた最後のためにまだに SF フィクションの世界では彼女の登場するものが少なくない。また、イヤハートは自身の体験を通じ女性の地位向上のために熱心な活動を行いの主要メンバーとして活躍していた。今もイヤハートの名前を冠した奨学金制度大学院課程で 航空関連の都がや技術を学ぶ女性対象が運営されている2012年現在も活動が続いている。これらのことから昨今ナンバー1でなくても切り口を変えればナンバー1になり得るとしてマーケティング分析分野ではアメリア・イヤハート効果という語も生まれている。アメリカのカンザス州アッチソンでドイツ系の裕福な家庭に生まれる。 高校卒業後は医学を学ぶため、コロンビア大学に入学したが、1年で中退した。第一次世界大戦中は、カナダのアメリカ陸軍病院で看護助手として働いた。1921年に、カリフォルニア州ロサンゼルスで、ネタスヌークから飛行訓練を受け、最初の飛行機を買ったキナー・ヤスタル。家族内の問題により1924年に、 飛行機を売り、東部に戻り、ソーシャルワーカーとして働いた。1928年4月のある午後、イアハートは仕事中に一本の電話を受けた。電話の主、ジョージ・パットナムは通話の終わりに、イアハートに尋ねた。大西洋を飛びたいと思いますかイアハートは、政治評論家で出版社であった、パットナムと会い、パイロットのと副操縦試験エンジニアのルイス・ゴードンの、 チームに共同パイロットとして川ように依頼された。チームは1928年6月17日にフォッカー海外でニューファンドランド島現カナダ領のトレパシー1を出発しおよそ21時間後にウェールズのバリーポートに到着した。彼らはサウサンプトンから客船でアメリカへ戻った時ニューヨーク州のマンハッタンで紙吹雪のマウパレードと カルビン・クーリッチ大統領によって開催されたホワイトハウスのレセプショで歓迎を受けた。その時以来、飛行機で飛ぶことはイヤーハートの生活の一部となった。彼女はクリーブランドでのウィル・ロジャースによってパウダーパフダービーと呼ばれた女性の航空レースで3位に行った。ほか、1931年にはオートジャイロでの最高到達高度記録も樹立した。 イアハートとパットナムは大西洋横断飛行の準備の間に友情を深め、1931年2月7日に結婚した。イアハートは結婚を二重のコントロールとの協力と呼んだ。1932年5月20日に、イアハートはチャールズ・リンドバーグのパリへの単独飛行と同じルートをニューファンドランド島のグレースワンからロッキードベガで出発した。 しかし強い北風と氷及び機械的な問題で、アイルランドのロンドンデリー近くの牧場に着陸せざるを得なかった。イアハートは、大西洋単独横断飛行の成功で、議会からの空軍士君十字章、フランス政府からのレジオンドヌール君章及び、ハーバート・フーバー大統領からのアメリカ地理学協会のゴールドメダルを受け取った。同年8月24日、女性では、 初のアメリカ大陸単独横断無着陸飛行のため、東海岸のニュージャージー州ニューアークを離陸。19時間後の翌25日、ロスアンゼルスに着陸し成功。1935年1月11日には、アメリカ領のハワイからカリフォルニア州までの単独飛行にも成功した。1937年、昭和12年5月21日に、 赤道上世界一周飛行に向かって、ナビゲータノとロッキードエレクトラ1 0位、e、でカリフォルニア州のオークランドを飛び立ち、太平洋を東回りに飛行し、6月30日にニューギニアのライまで到着した。エレクトラは旅客機であり、通常は操縦士2名の他に旅客12名を乗せて航行可能な機体であるが、イヤハート機は長距離飛行のために客室内に増設タンクを設置した。 改造機であった。7月2日に日本の移任島治領南洋諸島に隣接したアメリカ領の無人島であるハウランド島を目指して離陸だが目的地に着陸することはなかった。1100ガロンのオクタン価87の通常燃料の他ブースト用のオクタン価100の燃料50ガロンを追加積載して離陸した。これらは 航続距離にして2460回り、約20から21時間相当を飛べる量とされいる。ヌーナンはこの工程について18.5時間の飛行と計算を行っていた。出発時の天候は時折雨が降るん天で雲が厚く、転速工法のための天体観測は困難な状況であった。また出発に際して、推測工法に必要なヌーナンのクロノメーターを合わせる。 ラジオ時報が受信できず、足止めを余儀なくされてヌーナンは飲酒で時間を過ごしたという記録がある。飛行支援のためにハウランド島周辺で待機していた沿岸警備隊のに対し、19時30分 GMT、現地時間7時42分に割り当て、コールサインコックックを用い、3105kHz にて通信を行う。信号強度は強く音声はクリアであったとされるが、 この周波数帯ではそれらが端的に近距離を示すものにはならない。その1時間後、現地時間8時43分との連絡を行ったが、しばらくして 3105kHz のままで疑問を感じる南北線上を飛行中という発信があったことが記録されている。他の防御者による情報では、同時刻に残念量では、 あと30分程度の飛行しかできないとの発信があったともされる。同周波数で内容不明とされる微弱な電波が防受局に観測されている記録もある。これらがイヤハート機のものであるかについて明確な答えはない。イヤハート機はこれらの通信を最後に消息を絶った。搭載無線機は出力50ワットで軽量化のためにロングワイヤ型アンテナは使わず短縮。 V 型アンテナを使用していた。微弱な信号でも通信が可能なモールス信号やハート機は利用せず、無線通信についての理解が浅かったのではないか、との見解を述べるものも多い。また、救命胴衣は搭載していたが、救難信号銃や救命イカダは搭載されていなかった。これらは軽量化のための選択とされている。この時点で、イヤハートとヌーナンは、 目的地点到達を考えていたが、島が発見できないために10回りほどの誤差を発生させてしまったことを想定し、南北方向への修正を行っていたものと思われる。イタスカ号では位置確認のために、遊園式装置も大いて、発煙信号、通常は10回り程度の距離でも視認可能とされるを挙げていたが、当日の島周辺は雲が多く、役には立たなかった。 また、それらの運営は、洋上での島影発見を困難にもさせていた。天候は鈍ん天特別に搭載を許可された、当時未公開の無線広報探知機と、誘導電波発信機は、電波レベルが弱すぎるなどの理由により、使用できなかったとされている。この装置については、第二次世界大戦直前のごく短い期間だけ、使用された。 ベンディックス射精 m r 1ビーム線誘導装置のプロトタイプ説がある。当時のイヤハート機のコックピット内写真にはノーマルのエレクトラにはない装置がパイロット席左上にあり機種上にあるループアンテナは同社製の MN-5 系である。それは移動タイム線通信には不適切な特徴、指向性が強いのものである。さらにイタスカ号との更新で示した。 使われなかった高い周波数は、この装置のシグナル用であった、とされる説がある。極秘の先進的装置であったため、機密保持のために防御を考慮し、当事者にだけわかる会話をしたとの推測である。1967年、同景気による同日ほどの世界一周画によって、行われたが、この際のナビゲーターを務めたウィリアム・エル・ポルハメスのや、ハート機のフライトプラン考察。 1995年に専門誌にて発表にれば目的地に向かう経路の一つについてご計算を行ってしまった可能性を指摘している。なお、イヤハートは飛行の途中の航空日誌などを飛行するごとに故郷に送っており、後に夫のジョージ・パットナムがまとめて最後の飛行として出版した。アメリカ政府は 消息を絶ったヤハートとヌーナンの捜索に400万ドル、当時を費やした。捜索隊は、アメリカ海軍及び沿岸警備隊、さらに隣接した地域を委任統治している日本の大日本帝国軍の協力によって組織され、当時として考えうるすべての手段を講じた、集中的な航空及び海上探索を行った。アメリカ海軍は、空母、歴新闘及び関西北数、 戦艦、コロラド、沿岸警備隊、イタスカ等を派遣した。当時、日本海軍は、第12戦隊、平井布施艦沖の島、水上規模艦新位、第28駆逐隊、浅薙、夕薙により、南洋諸島の長期調査公開を実施。7月2日当時の、第12戦隊は、サイパン島に停泊中だった。新位関西機特務艦、 甲州等が捜索に参加。甲州はパラオ諸島を出発し、7月6日にポナペ島沖、7月9日同地発、7月13日にヤルート沖。それぞれ1週間程度をかけて、総面積39万平方キロを捜索したが、何も見つからなかった。第12戦隊の4隻は7月10日に伊勢湾駅島。7月19日に日米とも捜索を打ち切った。 同日、甲州は、ヤルートを出発、ポナペを経て、サイパンに向かった。その後もヤハート機の残骸や遺留品が、日本委任統治領内の島に流れ着く、可能性があったため、山本56海軍時間はできる限り捜索に、協力するよう指導した。しかしその後1941年12月に、日米間で開戦し、間もなくこの周辺も、戦場となったため、 その後、両軍による調査や捜索は行われることがなかった。研究者の大多数は、イアハートとヌーナンの飛行機は燃料を使い果たし不時着水した、もしくは墜落したと考えている。代表的見解としては、トーマス・クローチ航空宇宙博物館主任キュレーター談話がある。その見解では、機体は18000フィート、約5500メートル。 周辺海域の平均水深の海底に沈んでいるのではないかと推測している。さらに、その震度は、発見に沈没後70年経って、偶然発見されたタイタニック号のような困難を生むだろうとも語っている。捜索当時、キリバス領の肉マロロ島、事故当時の名称は、ガードナー島、公式には1827年以降無人では、捜索に当たった。 関西機からキャンプの後らしきものが観測されたが、報告したパイロットは、無人島である状況は知らなかった。後年、西洋人女性と見られる遺骨が、同等から1940年に発見され、フィジーに送られ、イギリス人医師の鑑定を受けるが、その後紛失。近年になって航空機の捜索や保存を行っている、研究グループ、タイガーは、 化粧用コンパクトの一部と見られるガラス片などを、同等から2007年に発見し、イヤーハート自身が同等に漂着し死亡するまで島で生活していたという説を唱えている。ただし、前述の遺骨は行方不明となっていて、確証はない。同グループは加えて、数度の現地調査を行い、同等でロッキードエレクトラの残骸とも取れる、軽金属片及び、プレクシグラス。 コクピット風防用のアクリル樹脂編、1930年代の女性用靴とも見ることが可能な靴のブルー品を発見し、さらに前日の身元不明の漂流者の遺骨の医学的所見の記録、骨そのものではないを再鑑定し、長身の北、ヨーロッパ系の白人女性である可能性が高いとの結果を発表した。これらを踏まえて同グループからは、 水没状態では作動しないはずの救難信号が、同期が行方不明となってから山中や聞かれたこと、パンアメリカン航空の地上無線局などのレポートが、減損する、名を合わせ、肉マロロ島周辺に不時気したとする説を提唱している。同時に、同グループの計算によると、旅客機エレクトラを長距離用に改造し、キャビン内に6層の増設燃料タンクを設置した。 イファー時は燃料を使い果たした状態では十分な水面浮力を持ち、しばらくは水面に浮き続けるはずである、との主張も同時にしており、それらを統合した推測が彼らから発表されている。ただし、アメリカ人海洋探検家のデビッド・ジョーダン、アメリカ海軍を退役後は自身でサルベージ会社を経営は2002年と2006年の2回にわたり、 総費用450万ドルを費やして、目的地周辺1200平方マイルの海底ソナー探査を行ったが、結果的に機体らしきものは発見されず、この結果から肉丸卸島周辺遭難説を否定している。他にも、イヤハートの遭難地をマーシャル諸島とする説が、1960年代にフレッド・ゲルナー著のザ・サーチ・フォー・アメリア・ヤハート、 アメリア・イヤハートを探してで唱えられた。2015年にディックス・スピンクが報告したところによると、イヤハートがミリという小さな干渉に不時期したという目撃談がマーシャル諸島で今も広く伝えられているという。2009年に前日のタイガーが肉丸おろじまで人工物をかき集め、付着している DNA をイヤハートの親族の DNA と比較するという計画を公表。 2010年12月14日、タイガーは、ニクマロロ島のキャンプサイト付近で人間の指の部分と見られる骨を発見。その後、オクラホマ大学で DNA 型鑑定が行われたが、現代の鑑定技術では人骨なのか、あるいはウミガメの骨なのかは、判定が難しいとする調査結果が出された。2012年に、 さらに調査を進めた結果、同年7月の調査で撮影されたニックマロロ島沖の海底の映像の中に機体の一部らしき瓦礫が映っていたと発表された。2014年になって、この時海底から引き上げられた機体の一部が、ロッキード L-10 エレクトラの部品であることが判明した。これを受けて、タイガーは、 ニクマロロ島付近の海底のソナーに反応があった領域を詳細に捜索することを発表した。テネシー大学のリチャード・ジャンツ名誉教授が1940年発見の遺骨の測定値を再検討した結果、ニクマロロ島で発見された遺骨はイヤハートのものであることを強く支持するという結論にたどり着、2018年になって研究成果を法医学史にて公表している。 イヤハートの遭難から5日後の1937年、昭和12年7月7日、中国大陸では、露光橋事件が発生、日中間は全面戦争に発展した。さらに以前より日本とアメリカの間で対立が深まっていたこともあり、アメリカ海軍はイヤハート機捜索の名目で、日本の委任等治療をはじめとする南洋諸島の空中調査を行ったという噂が、 流れた。逆に、イアハートが、重宝行為をしたことで、日本軍の捕虜になったという噂も立った。イアハートが、アメリカ軍の要請を受けて、カロリン諸島やマーシャル諸島などの、日本の移民党治療における、日本軍の活動を探るべく飛行した後、カロリン諸島に駐留する日本軍によって撃墜れ、捕らえられたという話が、地元住民の目撃団として唱えられていた。 さらに、日本軍に囚われた後に、サイパン島を経由して、東京に移送され、第二次世界大戦中に、皇居内で拘留され続け、終戦直前に処刑されたという高等無形な説まで、同じく目撃者の証言と共に唱えられたこともあった。その上、1970年に出版された本の中では、終戦後解放された後に密かに帰国し、偽名で、 ニュージャージー州で暮らしていたとの説まで唱えられた。中には、東京ローズの正体はヤハートであったという説もある。しかし、このような話は、失踪前のヤハートからの通信では、日本軍を含めた何者かから攻撃を受けたとの報告が全くない上に、日本側には撃墜や交流、処刑の記録がないばかりか、上記のように、日本海軍の艦艇は、 アメリカ海軍艦艇と共に多額の費用を投じた捜索活動も行っている。また日本関係者によるイヤハート目撃の報告もないため信憑性がない、いわゆる陰謀説といえるレベルのものであった。さらに2017年7月にアメリカの歴史娯楽専門チャンネルヒストリーチャンネルは特別番組アメリアイヤハート失われた証拠アメリアイヤハート ザロスとエビデンスにおいて、イヤハートとヌーナンが日本軍に拘束されたとする従来の説が有力である旨を公表した。根拠として、同番組がアメリカ国立公文書館から入手した日本委任統治時代のマーシャル諸島ジャルート干渉の港にて撮影された写真を挙げた。この中に、イヤハートとヌーナンにそれぞれ特徴が似ている白人の男女、 そして破損した蒸気とされる物体が貨物船に栄光されるとされる姿が映されており、これを二人がミリ干渉に不時期した後に撮影されたものだと主張している。同番組は二人のその後の行方としてサイパン島に移送され同地で高地中に死亡したとする仮説を立てている。しかし、マーシャル諸島での戦士を研究している軍事専門家によれば、 映る船舶の形式などから、写真は、イヤハートが遭難する以前の1920年代後半から1930年代前半のものとしており、また、マーシャル諸島を含めた日本の移民等治療は、1937年1月以降、外国船の入港が禁じられたにもかかわらず、明らかに日本籍でないと思われる商船が映っていること、映されている人影の中に、 日本人らしき姿が見られないこと。さらにこの写真は1935年、昭和10年10月に出版された日本語写真集の中に収録されていることなどから、ヒストリーチャンネルの説を完全に否定している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。